すいません、遅延証もらってもいいですか？何分で作ります？30分でお願いします。はい、かしこまりました。はい、これ30分で。ありがとうございます。はい、ということで次の問題解ける人。佐々木、またお待ち刻か。あ、電車遅れてて、これ遅延証です。ああ、そうか。うん、ちょっと待て。何ですか？お前3000分の遅延ってどういうことだよ。え、ああ、多分駅員さんのミスですよ。お前3000分ってことは2日以上もお前電車乗ってたのか。そんなわけないですよ。駅員さんがこんな間違いしないだろ。お前自分で作ったろ。作んないですよ。お前授業サボれると思って作って打ち間違えたんだろ。いや、そんな暇じゃないですよ。駅員さんのミスです。お前人のミスには厳しいな。うるさいっすね。お前先生にうるさいとはなんだ。暇だな。すいません、駅員さん。はい、どうされました？女性専用車両に男の人がいるんですけど。わかりました。すいません、お客様、こちらの車両が今の時間帯が女性専用車両になっておりまして、ご協力をお願いいたします。いや、女っすけど。え、なんすか、チロチロ見ないでください。あ、申し訳ございませんでした。失礼ですね。あっち行ってください。失礼いたしました。ねえ、金さん、まだあそこに男の人いるんですけど、ちゃんと注意してくれました？お客様、あちらのお客様は女性のお客様でしたよ。あら、そうなの？もう紛らわしいわ。男の私の方が女らしいんじゃない？え、難しい時代ですね。すいません、この切符改札通らないのでハンコをしてもらってもいいですか？あ、そうですか。券面見た感じだと問題ないので通ると思うんですけど。さっきエラーってなってたんですよね。改札機にはエラーの記録はないんですけど。あ、昨日やったんで。昨日だったら日付が違うのでエラーになって正解ですね。いや、その今日もダメだと思って。じゃあ一回通してみますね。いや、ちょっと待ってください。なんで通らないんでしょうね。ちょっと失礼します。何やってるんですか？この紙、素材が違いますね。え、なんでですか？本来の切符ですと、鼻につけると顔の油がついて後になるんですよ。そんな切符をコピーするなんて、やるならもっと、ここが必要ですよ。くそ、次こそは。逮捕しますね。